名古屋市図書館名古屋市徳重図書館名古屋市徳重図書館は名古屋市緑区玄徳へ一丁目の夢里り徳重に入居する名古屋市図書館の文館である2016年度の蔵書数は78,062冊貸出数は90,6061冊である図書を78,062冊新聞を22紙雑誌を142紙 市長各資料を1401点所蔵している。2010年5月6日、名古屋市図書館としては21館目、市書館内における文館としては6例目の名古屋市、徳重図書館として開館した。地下鉄、徳重駅に隣接して整備された複合施設である、夢際徳重の3階部分に入居し、図書館部分としての延べ床面積は1039平方メートルである。 ユメリア特茂は正式名称を緑区役所特茂支所と共同ビルといい、緑区東部地区13学区の行政サービスの拠点として整備された複合施設で特茂図書館のほか、緑区役所特茂支所、地区会館、保健センター分室、民間商業施設が入居する。名称のユメリアは、 夢とエリアを組み合わせて作られた造語であり、一般公募により定められた。ワンフロアに閲覧室のほか、お話の部屋や学習室、対面読書室を配置する。対面読書室は、カウンターの横に設置されており、対面読書サービスを実施している。このサービスは2012年度より開始されているもので、事前予約を必要とするが、1回につき2時間以内で、あれば、 図書館蔵書に限らず、専門ボランティアによる音読を聞くことできる主に資格、障害者向けのものである。また、同サービスの利用者を隣接する、徳志駅から案内するサービスも必要があれば、行う、と申している。時間外貸し出しロッカー、返却ポストまた、名古屋市図書館21館では、唯一の月曜会館、火曜休館を実施したり、会館時間外においても、 資料の受け取りを行うことができる、時間外貸出しロッカーを設置するなど、名古屋市図書館保管館との差別化を図り、小型館であるにもかかわらず、利用者、貸出し数とも好調である。時間外貸出しロッカーについては、図書館が入居するフロアとは異なる1階の正面入り口右手に設置されている。開館と同年に、中日ドラゴンズに入団した。 地元徳重出身のプロ野球選手、大島洋平について、大島選手関連記事切り抜きファイルを作成し、配下している。図書館の入館や利用は誰でも可能であるが、考え貸し出しには利用者登録が必要で、愛知県在住、在勤、在学者のみが可能となっている。ゆめリア、徳重外観、ありがとうございます。